はいどうも、世界一怠け者な怠け者、テケテケです。はい、とつで、はい、もがみちゃんリリースから5本目の動画になりますが、まあ、同じキャラクターで5本目の動画ともなると、ストイックな怠け者はただの怠け者になっちゃうんで、はい、今回は、はい、飲みながらまったり動画撮っていきましょう。はい、いただきます。いやー、もがみちゃん酒が似合う。まあ、家ぶっ壊されてるけど。うん、最高っすね。まあ、壁が壊れて覗ける月が綺麗ですね。こんな酒が進む立ち絵なかなかないですよね。はい、とつて今回はもがみちゃん5本目の動画ということで、まあ、お酒飲みながらのんびりこのもがみちゃんの対人戦映像を見ていきたいと思いますが、まあ、今回もがみちゃんを、はい、前回みたいに1000円装備じゃなくて、まあ、混沌装備でワンランクグレード落として戦力1000万、まあ、かなり前回より戦力落とした状態で、はい、で逆に主力をランスロット、こちらの方が戦力1300万ぐらいで作っておいて、はい、もがみちゃんを純主力で使った場合にどんな活躍をしてくれるかどうかっていうところですね。ちょっと要望もあったんでこの部分見ていきたいと思います。はい、で陣容の方も、まあ、前回のデッキ戦動画戦力合計2000万ぐらいだったと思いますが、今回 MR キャラクターもうちょっとバリエーション多く入れておいて、まあ、前回より少し進んだデッキを想定して作りました。まあ、イメージとしては結構前からプレイしてて、もがみちゃんも UR 戦の時代ある程度育成してて、まあ、やっとこのタイミングでもがみちゃんが MR 暴かしたから純主力として登用するか悩んでるみたいな感じでデッキに組み込んでみてどうなったかっていうところですね。はい、一緒に見ていけたらと思いますが、はい、ちなみにフーマのコタちゃんが700万の戦力、はい、でビッちゃんが同じく700万ぐらいと、はい、準主力ぐらいのキャラクターは700万で、もがみちゃんが1000万ぐらいで、主力が1300万と、はい、ような組み方で、はい、今回も SKG メンバーのみんなとしっとりやっていきますか。じゃあ SKG メンバーのみんなよろしくお願いします。乾杯。よっしゃ、行きますか。はい、もう今回はデッキなんかもね、そこまで細かい説明せずに、ざっとこういう風に眺めるだけ眺めて、まあ、どんなキャラクターがいるかなと。モルドレットいんな。あ、でも400万か。もうだいぶまったり解説していきたいと思います。じゃあ桜子さんから行きますか。はい、今回もがみ応援出しに出したんで、のんびり見ていきましょう、出てくるまで。いや、結構このコタちゃんがね、いい仕事するんですよね。ラッパ状態で束縛相手の主力につけることができるんで、まあ、主力の弱体化めちゃくちゃ得意で、なおかつ高火力なキャラクターがいたら、まあ、ラッパの不死で受け止めると。はい、で、ランスロットが相変わらず強い。アウグステス落としましたね。はい、まあ、もがみの天敵、聖護援護を持っているキャラクターなんですが、ランスロットが結構処理してくれて、うまくいくケースが多いですね。さあ、もがみ出てきて、いや、めちゃくちゃいい感じに俵狙って、はい、足止めされて動けない俵に対して、フィニッシャームーブで落としに行きました。まあ、俵の前衛置き弱点、ここですよね。状態性ないんで、足止めされた場合に厳然単数稼げず、まあ、今回みたいな強力なフィニッシャーキャラクターに追い打ちで殴られた場合に、本領発揮する前にやられちゃうと。なんで、このコンボめちゃくちゃ綺麗ですよね。はい、ということで、お相手さん主力いなくなったんで、はい、これは小生ですね。じゃあ、お次、ミーさん行きますか。いや、モルドいるな、ここも。ああ、しかも、こっちは、全力モルちゃん。で、アグスもまあまあ全力と。で、エビスも1000万ぐらい。いや、強い。あ、タワラもいる。1400。どうしろと。アデバッファが出てきてっていう感じ。さあ、これは勝てなそうですが、見ていきますか。モルちゃんいる時点でね。はい、今の環境は、対人戦、絶望するしかないんですが。さあ、ただ、いい感じに、はい、一回落として、モルちゃんの死亡自反撃は今、一回、ラッパで耐えましたね。あ、からの、これはめちゃくちゃいいかも。一回地桜消費から、モロ落とし。あー、届かないか。あと一発。まあ、やっぱりこの聖護援護にもがみちゃんめちゃくちゃ弱いんで、プラスモロちゃんの死亡自反撃なんかもモロに食らっちゃうんでね。いやー、ギリギリやっぱり届きませんね、モガちゃん。ただ、モロちゃんこれでかなり弱ったんで、ランスロットが下手したら刺してくれる可能性ありますが、エビちゃんがいい盾になりましたね。いや、これはダメか。まあ、威爆発端と聖護援護、援護、かなりいい感じですが、アザンヤもついた。こうなってくると俵淘汰とかもちょっと怖いですが、まあ、弓章の攻撃は威爆で全然効かないんで、なぎ系もあるんでね、ランスロットは。これは安心して見てられますが、モルちゃんが怖い、やっぱり。さあ、モルちゃん前にチョコメつけて、さあ、耐えていきたいですが、威爆発端、援護、残影。さあ、どこまで粘るか。いや、硬いな、ランスロット。それ以上に強いモルちゃん。全然ダメでした。はい、ミーさんありがとうございました。じゃあ、ユーリシンさんいきますか。ランスロットが怖い。今回おそらく多分、モガミより、ランスロットが目立つ動画になりそうですね。ターグス1000の、ガラハット1000、ロキシーちゃん800と、さあ、総合戦力は6000万ぐらいで2000万格上ですが、さあ、見ていきますか。さあ、早速、アーグスに落とされた枠にモガミ出てきて、はい、アーグス一回落としてから、速攻で、落とし切ると。いや、これ、純主力とは思えない、ナイスムーブですね。まあ、戦力同じぐらいのアーグスだったんで、同格のアーグス。なんですが、ここら辺の育成具合だと、やっぱり耐久面の育成がおろそかになるんで、まあ、聖護援護あっても上から行っちゃいますね。
あ、で地桜で筋力値爆上がりして火力アップしてる最上の方にロキシーの封印行きましたね。七星ついてるランスロットより攻撃力が高くなっちゃってる証拠ですね。まあ、最上そこら辺のターゲットにされやすいっていうのも難点ですよね。状態上耐性ないんでもろにめまいとか封印食らっちゃいますね。さあそして俵トーター、いやー持たない。やっぱり純視力だと耐久面全然足りませんね。視力で使ってた頃は俵トーター全然怖くなかったんですが、純視力ぐらいだとちょっとダメージ通り過ぎちゃいますね。いやもうこれは飲みながらランスロットの活躍見守るしかないですね。いただきます。うん強いな。ただただランスロットが強い。いやーただ、ヒロマサの剥がしめちゃくちゃ良かったですね。今、威爆発端剥がされて、俵にとどめ刺されちゃいました。この後半ヒロマサとか、セゴバフ剥がし系キャラクター出すのは、結構復活なんかで、今までもらってたバフなんかがなくなって、自分の威爆とか、まあ、復活後の2名とかで言うと、トーハとか、アウグスで言うと、援護とか、まあ、そういったものしか残ってなくて、その1枚ピンポイントで剥がせたりするんで、この後ろの方に剥がしキャラクターを置くっていうの結構刺さったりしますよね。まあ、特にこういう、俵トータみたいな耐久系キャラクターがいれば、その後ろのキャラクターとも繋がりやすいし、はい、じゃあちょっとオドさん見ていきますか。岩下の新生姜デッキ、あ、ちょっと新生姜食べたくなったな。ちょっと新生姜持ってきます。はい戻ってきました。もう新生姜食べながらやりましょう。じゃあいただきます。うん、やる気出るわ。じゃあオドさんの岩下の新生姜デッキいただきに行きますか。さあ小500万のリコーが1500万、あ格上リコーで1000万のエビちゃんでバッファーが並ぶ形ですね。さあ戦力3000万ぐらい上ですがどうなっていくか。さまず攻撃力が高いリコーを狙って束縛つけていって、はい、HP 高くキープしてあるんでこれリコーの攻撃対象コタちゃんになって束縛状態はラッパで致死ダメージ完全に無視できるんでリコーの攻撃を完全に封殺しました。意外とコタちゃん優秀なんですよね。こういう立ち回り評価低いですが結構コタちゃんこういった使い方する方に負けたりすることありますね私。さあエビちゃん同士の戦いは向こうのが1枚上手ですね。まあただこっちはランスロットという硬さもう1枚ありますから。で師匠が生きてんなこの並びに師匠ちゃんいるのめちゃくちゃ違和感ありますねお互い。さあチョコメちゃん出てきて、はい最上、さあミスが誘われちゃうのがきついですね。しかもレベル差が結構ありますからね。最上ミスるとクリティカルも何もないんで地桜が全然稼げなくなって、まあ、耐久面だったり、まあ、火力面両方とも伸びなくなっちゃうんでこの弾みの悪さ利口に作られちゃうのが、まあ、攻撃当たれば簡単に落とせますが当たらなかった場合に結構大きく裏目に出てしまうっていうところも、まあ、特に純視力だと命中なんかもねあんまり育ってないんで、あまあでも余った命中宝石つけてあげればいいのか。純視力だから視力につけないやつを、うん、もがみつけてあげたいですね命中宝石。まあ、地桜で筋力上がっていけば命中も上がっていくんですがそれまでをサポートしてあげるみたいな感じで命中宝石を純視力だったらつけてあげてもいいかもしれませんね。まあこういう耐久の弱い視力なんかを純視力で落とすみたいな役割、そうミスってたら話になりませんかね。あでもいい仕事しましたね結局。はい、スキル1スキル2両方とも HP が低い相手に対するフィニッシャームーブを得意とするので、まあ、純視力扱いでも腐りづらいというめちゃくちゃ大きな特徴がもがみちゃんにはあるんで、まあ、戦力値500万ぐらい上のリコバフもいっぱい乗ってましたがスキル2でしっかり落としていくことができました。まあ純視力としても優秀ですねこういうところは。さあエビちゃんに殴られて持たないか。あギリ持ちましたね。はい、コーリンと地桜の硬さで無理やり踏ん張った感じからスキル1。逆にエビちゃん落としに行きますがやっぱり反射で落ちますね。はい、なんとなくついてた直江兼次の援護の反射で最上ちゃん落ちちゃいました。まあ明確に弱点ですねこれが最上の。はい、でランスロットで勝っていくと。いやこのランスロットの安定感すごいですね。まあでもランスロット目線で言うと最上がいたことで邪魔だったリコーがいなくなって自由にね暴れ回れたんで、まあ、最上の功績は大きかったと思いますね今回。さあじゃあギャオさん行きますか。ギャオさん今回視力は特にいない感じですねこれ。うん、あバッファ出てきて、まあ、一番戦力あるのが980万の高周波 HP2000 万ぐらいありますね。まあ高周波入れてるのはあれですね、多分生後援護で最上を反射で落としに来てますね。まあ、特に強力な視力いなくても反射があれば最上は十分だろうというような多分ギャオさんの判断。まあ、ギャオさんもねかなり百戦錬磨の金龍の方なんで、まあ、ここら辺の戦いはもうお手の物なんでおそらくうまく最上の弱点をついて、まあ、ローコストで最上落としてやろうっていうような作戦が見て取れますね。さあそしてその術中にもろにはまりそうな最上ちゃん、はい、HP が低い相手を狙うんで高周波狙わされて、はい、生後援護の反射、うわめちゃくちゃ痛い。
はい、罪悪流血なんかにも、まあ、ならなかったですが、結局反射で落ちましたね。いやー、はい、同格よりちょっと下ぐらいの高所班にあっけなく落とされちゃいました。いや、さすがギャオさん、お見事。まあ今のもし大ヤシとかだったら、スキル1で反射ダメージ受けた後、祭礼状態にスキル1の途中で入れば聖護バフ剥がしができるようになるんで、まあ、聖護援護なんかも剥がして殴り倒せるんで問題ないんですが、最上の場合は剥がしがスキル2にあるんで、まあ、応援出しなんかを狙われちゃうと、そこで反射で落ちちゃうっていうケースありますね。やっぱり、まあ、そこうまく疲れましたね。いや、弱点見つけるのがお上手、そして動画としてはめちゃくちゃありがたい。ギャオさん乾杯。じゃあ次行きますか。じゃあトモリさん、ネロから超高名、超高名1600万で、ショー出てきて、コキビ出てきて、トモエ御前じゃ1700万。あ、でメンバー前衛だけですね。まあその代わり格上用意してきたっていうような感じか。まあでもトモエ御前ちゃんならなんとかなるような気がするんですが、どうなるか。ちょっとレベル差ありすぎますね。トモリさんは攻撃が当たらない可能性ありますね、これは。まあそこら辺も、もしモルドレッド使ってたら狂乱状態になって必中で殴れるんでね、まあ、このレベル差なんかもモルちゃん使ってればあんまり気にならないんですが、さあ見ていきますか。うわっ、巴のスキル1が凶暴すぎる。さあ最上出てきて、いやちょっとやっぱミスと、いや影光すら壊せないか、ここまで格上だと。んで超高名が痛い。あーで最上の降臨も章に剥がされて、まあやっぱり聖護で耐久作ってるキャラクターは章の餌食になっちゃいますね。まあ、ここら辺も大谷氏と比べたら負けてる部分ですよね。耐久で片方聖護に頼ってるんで剥がしに弱いと。はい、あっさり負けました。さあじゃあナミネさん、はい、ガチモル1体、これは負けましたね。でカエサルが出てきて、アーグス500万で、後ろに900万のエトクと700万の大谷氏と、うん、どうしろと。はい、一応見ときますか。あ、順番違う。エトクが2番1番目来てますね。コタちゃんの攻撃はモルちゃんに行って、はい、束縛で火力を落としました。さあこれコタちゃん受け止められるんで、はい、モルちゃんの連撃だいぶ無駄に消費させる作戦うまくはまりましたね。まあ、ただモルちゃん範囲攻撃あるんですよね。いやマジで抜け目ないこのキャラ。はい、威爆が剥がされちゃいましたね。はい、エイトクを落としてナイス。はい、モルちゃんを落とすところまではいきませんでした。ただはい、最上がここ攻めていって2回目の復活、あと1回いけるか、いや届かないか。いやモルドレッド3回復活やりすぎですよね。ちょっとまだ2回とかだったらなんか歯が届きそうなんですが、最上の連撃回数だと足りないんですよね。いやダメか、モルが強すぎるわ本当。いや連撃回数なんかも大事になってきますね。お、じゃあサブちゃんさん行きますか。さあ陽線1300万、いや UR 線の最上からテーフがいると。いやもうテーフが怖い。さあまずはコタに頑張って陽線弱ら、はい、じゃあまずコタ、はい、まずはコタに頑張って陽線弱らせてもらって、さあカシウスの範囲攻撃によってコキビが落ちた場所に最上ちゃんが出てきて、さあ暴れてもらいましょう。いや陽線硬いっすね。はい、全然削れませんでしたが、祝福14玉でいって祝2ターンつける形は作れたんですが、まあ、カウンターのめまい食らってますね、もろに。状態性ないんで、さあ陽線押し込んでいって、はい、援護はしっかり最上につきました。まあ、血桜で攻撃力が高くなってるんで、直江兼次の援護なんかは応援出しの最上でも拾いやすいんですよね。まあ、ここら辺が最上の面白いとこですよね。まあ、逆に言うと純主力キャラクターなのに主力の援護を奪っちゃうっていうような悪い見方もできるんですが、まあ、その調整が難しいっちゃ難しいですね。血桜で火力爆上がりしちゃうんで。さあ最上のスキル2、いや血桜20ターンの威力はかなり強いですねこれ。うわでも陽線耐えますね。純主力だとさすがに暴れきりはし、さすがに暴れさせまくら、さすがに暴れさせてはもらえませんでした。さすがに暴れさせてもらえませんでした。さあただランスロットが暴れる暴れる強いな。いやこれ12回攻撃してきますからね、今のまだ半分ぐらいでいっちゃいましたね。ランスロットのスキル2の攻撃力ベース防御無視攻撃がやっぱりぶっ飛んでますね。いやこれだけ硬さもあって火力も出ちゃうランスロット、マジで魅力的だなと。ここら辺の課金帯の育成具合でもマジで魅力的だなと思いますね。あーで手札殴っちゃった。大丈夫？ダメだよねダメなんです、うちのモガちゃん手札 NG なんです。じゃあ最後ミホさんやっていきますか。 SKG、 あー SKG か恥ずかしい読み方しちゃった。なんかさダッキー500万からテーフインナー900万、エビちゃん1100万で、直江兼次もちょっとやだ。いやで高主犯がまたここにも、いやなんかハイ課金じゃなくて無課金美課金でもない間ぐらいのクロートプレイヤーに高主犯愛されてますよね。いや戦力500万ですが、だいぶ怖いっすね。 HP900 万で聖護援護飛んでくるのは。で徳ちゃん1500万、めちゃくちゃ強いな、とんでもない落差。さあ見ていきますか。さあテーフをランスロットで処理してもらいましょう。まずは話はそっからだ。さあ頑張れランスロット、いいぞ。さあ脅威は去りました、これで。まあもう天然ボケなければある程度いけるんで、いけるよな。
残り300万ぐらいだったら最上なんとかしてくれるでしょう。よかったよかった。はい、おエビちゃん落としていく、すごいですね。純視力で、はい、東波5ターンのエビちゃん落としてきました。いや純視力活躍としても十分ですね、最上ちゃん火力面は。さあコシュアン出てきて生後援護化した状態ですが、 HP も限りなくゼロに近いんで、まあ、これは問題なく落とせると思いましたが、まあ、エイトクが暴れましたね。まあ、ランスロットも帽子の攻撃に弱いし、モガミも弱いしということで、まあ、ここら辺の育成隊同士の戦いだと、未だにエイトクとかは、じゃんけんの相性勝負で、武将、弓将なんかは蹴散らしていきますね。はい。配下金同士の戦いだと、今最近エイトク見なくなってきてますが、まだまだここら辺だと、暴れたい放題暴れてきますね。まあ、悲しいかな。逆に、ここら辺の育成隊の方が、帽子に注意しなきゃいけないということで、まあ、それもあるんで、ランスロットとか、まあ、今回のモガミちゃんとか、あんまり強くおすすめできないんですよね、私としては。ここら辺の育成隊にとって。やっぱりモルちゃんとか、タワラトータとか進めたくなっちゃいますよね。はい、そして SKG メンバーのみんな、せっさありがとうございました。はい、なんか問題起きちゃってますけどね。まあグループ作るとこういう情報共有できるところもいいですよね。さあ、そしてみんなお疲れ様でした。乾杯。で、モガミ見ながらもう一回飲もう。よっしゃあ、5本目のモガミちゃん動画いかがだったでしょうか。まあだいぶまったりの解説緩めでしたが、まあモガミを純視力で使った場合にどうなるかっていうところ、なんとなくでも伝われば嬉しいです。はい、ありがとうございました。